皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習歴史第2回目は縄文弥生古墳時代について復習していきます。縄文時代、遺跡としては青森県の三内丸山遺跡が有名ですね。この時代、縄目の文様のついた縄文土器というのを使っていました。で、この土器を使っていた、縄文土器を使っていたので、実は時代の名前、縄文時代と呼ぶようになったんですね。生活は採集とか狩り、漁などをして食料を得ていた。で、縦穴住居という建物に住んでいた。で、お祈りなんかに使う土でできた人形、これもテストに出てきます。これ土偶と言います。さらに当時のゴミ捨て場、貝塚、これもテストに出ることがあるので覚えておきましょう。では縄文時代確認すると、有名な遺跡は三内丸山遺跡、青森県ですね。で、どんな土器、縄目の文様がついた縄文土器、どんな建物に住んでいた、縦穴住居、そして縄文時代の土でできた人形は何という、土偶、当時のゴミ捨て場は貝塚と。こんな風に自分で質問して答えるという練習をすると、内容を覚えやすくなります。では弥生時代に移ります。弥生時代の遺跡、有名なのは佐賀県の吉野ヶ里遺跡です。この時代特に出やすいのは、大陸から稲作と金属器が伝わってきたということです。稲作は田んぼで米を作る技術、これを稲作と言いますね。これは伝わってきた。金属器2種類伝わってきました。この青の部分というのは、この説明を保管する意味で書いてあります。これ鉄器と青銅器が伝わってきたんですね。そして田んぼでお米を作るので、人々はその場所に定住するようになります。定住するとやはり土地っていいところと悪いところ、川の近くとかね、水がたくさんあるところはやっぱしお米作りやすいですね。そういうことで村と村と争うようなことが起こり始めました。また貧富の差もこの時代から出てきたようです。で、土器ですけれど、弥生土器と縄文土器よく比べられます。どう違うかというと、弥生土器とは薄くて丈夫、これが弥生土器ですね。実は縄文土器というのは脆いんですね。ちょっと厚くて脆いと。それに対して弥生土器は薄くて硬い、丈夫であると、この部分も覚えておいてください。で、3世紀ね、前半、日本には邪馬台国という国ができました。できていました。で、そこの女王は卑弥呼で、このことは中国の魏志倭人伝という本の中に書かれています。なぜ日本の国の本にないの、ね、歴史として残ってないの。当時ね、まだ日本には文字がなかったんですね。中国では文字が生まれていて、その本も作られていたと。で、魏志倭人伝という本の中に日本の邪馬台国について書かれていたということです。では再度復習しておきます。この弥生時代、有名な遺跡は佐賀県の吉野ヶ里遺跡と、大陸から伝わってきたものは稲作と金属器が伝わってきたと。そして弥生土器と縄文土器の違いは、弥生土器は縄文土器より薄くて硬い土器である。さらに3世紀日本にあった国は邪馬台国と、そこを治めていたのは卑弥呼という女王と、ね、女王卑弥呼が治めていた国は邪馬台国と。それはどこに書いてあるの、中国の魏志倭人伝の中に書かれていると。こんな風になりますね。さらに古墳の時代に進みます、ね、3世紀後半くらいからその土地を支配した豪族の墓、ね、これ古墳、これが作られるようになりました。古墳って何って、その土地を支配した豪族の墓、こういうことですね。で、古墳の形っていろいろあるんですよ。丸ければ円墳、四角形だったら方墳、こんな風に言うんですけど、特にテストに出るのが、上から見ると鍵穴のような形をしたもの、これ前方後円墳と言います、ね、大阪の大仙古墳が有名ですね。で、古墳が作られていた時代、今の奈良県のあたりに政権ができました。政権というのは豪族の集まりですね。これができました。これ大和政権と言います。教科書によって大和国家と書かれているものがあります。皆さんは教科書に合わせた方で覚えておいてください。で、朝鮮半島から日本に移住してきた人、この人たちは渡来人と呼ばれました。渡来人は、
大陸の技術や文化を日本に伝えてくれました。では復習します、ね、3世紀後半くらい、ね、豪族の墓ができたと。その土地を支配した豪族の墓ができた。これは何と呼ばれますか？古墳。古墳って何ですか？その土地を支配した豪族の墓と。で、上から見ると鍵穴のような形をした古墳は何ですか？と。前方後円墳、有名なものは大仙古墳。そして古墳が作られていた時代に何にできた政権は大和政権で、当時朝鮮半島から日本に移住してきた人たちは渡来人。渡来人はどんなことをしましたか？日本に大陸の技術や文化を伝えてくれたと。こういうことですね。では全体を通して復習していきましょうと。縄文時代、ね、縄文土器ってどんな土器と。縄目の文様がついた土器と、脆いんですね。厚くて脆い土器ですね。どんなところに住んでいたのと。竪穴住居に住んでいた。縄文時代、土でできた人形を何という土偶と。貝塚ってなじ、当時のゴミ捨て場のこと。さて弥生時代に行きます。弥生時代の有名な遺跡は佐賀県の吉野ヶ里遺跡と。当時大陸から伝わってきたものは稲作と金属器と。そして弥生時代と縄文時代の違いと。弥生時代は縄文時代より薄くて硬い、強いと、丈夫であると。そして3世紀前半日本にあった国は邪馬台国と。邪馬台国を治めていたのは女王卑弥呼。女王卑弥呼が治めていた国は邪馬台国と。それどこに書いてあるのと。中国の魏志倭人伝という本の中に書かれている。で、古墳の時代に行きます。古墳って何って、その土地を支配していた豪族の墓のことと。上から見ると鍵穴のような形をした古墳は前方後円墳と、この古墳の時代に奈良県にできた政権は何、大和政権と。で、大陸から日本に朝鮮半島を通って移り住んできた人、移住してきた人は渡来人。渡来人はどんなことをしたのと。大陸の技術や文化を日本に伝えてくれたと。こんな風に質問答えスラスラ口から出てくるような練習をすると内容が頭にどんどん入っていきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはこの動画を参考に歴史復習してみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。